船はどこの船じゃ。あそこのか。星条旗じゃ。アメリカの軍艦じゃの。なんじゃい驚かせよって。脱走軍だったら一大事じゃったの。いや、なんか様子が変じゃぞ。お、アボルダージ。おい、アボルダージ。生きてさえいてくれれば。言うな。あんな卑怯な手の何が作戦じゃ。相沢、貴さん黒田参謀になんちゅう口を聞いちゃるか。黙っちゃれ。脱走軍の艦隊はこちらを油断させるため異国の旗を掲げて近づいてきたと言うではないか。要はストーンウォールを盗もうとしたんじゃろ。脱走軍にはまともな軍艦は残ってないからな。いかにも逆賊らしいやり方だ。いや、アボルダージボールディング雪原攻撃、万国法で認められた立派な戦法だ。何？逃げ場のない洋上。しかも実際には成功例はほとんどない。勇気ある行動だよ。くさか、敵の肩を持つのか。俺は海外の常識を話したまでだ。それに異国の旗を掲げて敵に近づくのは卑怯でも何でもない。いよいよ戦闘という時に自国の旗を掲げるのが西洋の慣例だ。お前、そのアボルダージで死んだ幕臣どもの体を一体一体調べていたそうじゃないか。知り合いでもいるのか。そういえばあの男も脱走軍の中にいるらしいな。そんなことは関係ない。同じ日本国民にあの作戦に挑める勇気と知恵があったことを誇りに思う。それだけだ。黒田参謀、予定通り長州陸軍は上陸作戦の準備に入ります。うん、江戸の雪は解け申した。一気に津軽海峡を押し渡りもはんど。うん、海外へ行って我の強さに拍車がかかったらしい。この向こうに、この津軽海峡の向こうにあの人はいる。生きていてほしい。生きてさえいてくれたら。
214年続いた徳川による幕藩体制が崩壊した。行き場を失った俺たち徳川の家臣は北へ逃れ、この凍てつく大地に夢を託して国を作った。蝦夷共和国。明月、大鳥さん、ここにいたのか。探したぞ。なんだ、またその匂い袋を見てたのか。いえ、別に。いやー、映像は冷えるな。江戸ならそろそろ桜の季節だっていうのに。大鳥さん、そんな話をしに来たんじゃないでしょう。ああ、悪い知らせだ。アボルダージが失敗に終わった。海軍から聞きました。残念です。あの作戦は我々にとって起死回生の策でしたから。ストーンウォールさえ奪っていれば蝦夷の防衛は間に合った。あの船は日本最強の軍艦だからな。新政府軍は我々の独立国を認めないようですね。あの軍艦を前面に押し立てて怒涛のごとく上陸してくるでしょう。ああ、石膏の報告によるとすでに7000以上の陸兵が青森と岩手に集結している。我々に残された道は玉砕覚悟の総力戦か降伏か。私は降伏はしませんよ。武士らしく最後まで戦うつもりです。うん、明日洋式歩兵大隊を率いて鷲の木に向かって出陣する。函館の東を守備するのですね。ご一緒します。うん、それと明日からはいい人に思いを馳せる余裕もなくなるからな。その首から下げた匂い袋、お守りか。これは江戸でいい人にでももらったものなんだろ。そんなんじゃないですよ。そうか、それを見ている時のお前さんはいつも寂しそうだからな。後悔してないか、こんなとこまで来ちまって。お前さんの身分ならここにいる行き場を失った連中と違って公方様方と一緒に駿河へ行けたんだからな。それは言わない約束でしょう。もう覚悟は決めています。そうか、まあいい。今夜はいい人に別れをよく惜しんでおけよ。大鳥さん、まったくあの人は。いい人か。そういえば日下と出会ったのはこんな炎の中だったな。あの男、日下東馬に。あの人、秋月慶一郎と出会ったのは7年前の冬、品川宿の御殿山だった。無駄だ。高杉さんたちが出てもう半時が経っている。どうして店を出る前に止めなかった。止める理由はないだろう。上位はもはや我々長州藩の意志だ。それに俺が高杉さんを止められるものか。お前だって無理だ。あの人は止まらん。だからってやり方ってもんがあるだろう。大使館の焼き討ちなんて大それたことを。
声が大きい。話せ。俺は高杉さんを止める。くさか、上位なんて今さらやってる場合か。もう開国すべきなんだ。開国？お前まだそんなこと言ってるのか。日本は開国すべきなんだ。いざ開国したとき国が乱れてたんじゃ話にならない。もう遅い。伊藤たちは焼き玉を用意していった。なんだと？もし高杉さんたちが捕まったら、俺たち長州藩はどんな攻めを追うかわからないんだぞ。やりおった。おい、待て、坂！消せないか。高杉さんたちはもういない。早く逃げるぞ。まずい。止めに来た俺たちが捕まったら元も子もない。裏手は確か海だ。そこから逃げよう。くそ、柵が捨てやる。あっちだ。くそ、ここも柵だ。登れるか。グズグズしている間はない。行くぞ。ああ。何をしている。幕府の侍か。星のものは飾りか。いや、もうえん。よせ。なぜ止める。抜くな。幕臣だろう。なんで俺たちを逃がすんだ。これほどの大事を引き起こすからには、どうせただの浪人ではあるまい。お前一人の首で済むのならそれでもいいが、幕府とお前の藩との確執の種になられては困る。今は国内を乱している余裕はない。開国に向けて外国と対等であるためにはな。俺と同じ言葉を口にする男、その姿が水に遮られるまで俺は目が離せなかった。主人、英語の教本はないのか。英語の教本ですか。そのようなものは江戸中探してもなかなか。邪魔したな。